皆さんこんにちは。今までは番外編2回を5回ことに挟んでましたから、何か違和感を感じますね。まあ、今回から5話ごとではなく、10話ごとにすることにしたと前述した。今回は第36回目の三段10枠、リクエストが2つほど寄せられたスパス10を紹介したいと思う。スパス12の後継として開発された三段10ですね。まあ、そのため今回は第8回からの続きという感じだ。ただかなり前の動画なためにその動画は爪が甘いと思われる。この動画では日々リクエストを募集している。何か調べていただきたい、最速などありましたらぜひコメントください。では早速始める。時代は1980年代のイタリアに遡る。1979年に特殊用途向け三段銃として登場したスパス銃にはイタリアで採用され世界各国で用いられたものの、この三段銃には色々と問題があり、その改善というのが求められた。特に問題視された点というのは、殺傷弾と非殺傷弾を併用するために設けられたセミオートポンプアクション切り替え機能がうまく使われないという点だ。通常の三段筒ならばスパス12の作動機構はガスが誘導し問題なく作動するが、低圧にしないといけない非殺傷弾では作動に必要なガス圧力が提供されず、結果動作不良に陥ってしまう。そのためこれら低圧弾薬を作動させるためポンプアクションが設けられたが、今度は弾薬の切り替えがチューブ弾倉なために即座に交換できないという感じだ。他にも重傷の反動受けの悪さや鋭いエッジ、2.75 インチ弾対応なのに3インチ弾が入ってしまう、引き金から指を離さないと装填できないとか色々ありましたよね。この問題に対処を図った試行錯誤として、まずはスパス14がある。明らかにマガジン装填に変更されましたよね。この銃器は試験されたが人間工学的にうまくいっていかなかったようで、結局実用化されずに終わった。1982年、米軍の JSSAP はカウズ計画を発表した。カウズ計画？この計画は従来の100メートル程度の光線距離がある三段銃を超える射程と、威力を向上させた三段銃を開発するための選定だった。この計画に対して、スパスの開発元であるフランキ社は1983年に参戦することを決定し、1984年から1985年初頭にかけての期間に新型三段銃を完成させた。この銃器はもちろん SPAS-14 からの経験に基づいて開発されている。米軍の計画に則ってスパス15が完成したんですね。ちなみにこの計画に参加したのは AI 社のカウズとヘッケラー&コッコ社のカウズ、そしてパンコア社のジャックハンマーだった。え？ジャックハンマーさん。どうやら米軍での採用トライアルはこの計画だったようだ。確かにジャックハンマーの弾薬企画は独自のものだった。この CAWS 計画では全自動射撃が可能な AI とヘッケラー&コッコ社の2社に注力された。ジャックハンマーは全自動射撃が可能だったが動作不良が多発した。そしてフランキ社はこの銃器から発展して、フルオート射撃に変更したスパス16を開発。そしてスミス&ウェッソン社のエースは撤退した。このスパス16は詳細不明だが、とりあえずその後の動きが全くないことから、歴史の闇に消えたと思われる。スパス16は消滅ですか。この計画はいずれも採用されず中止となっている。ともかくこのカウズ計画に伴いスパス15が登場した。この三段銃は1989年から生産開始され、フランキ社自身で販売を行うことにする。このアサルトライフル形状三段銃は1990年代から2000年代にかけての期間にサイガと MKA1919 の2丁が台頭したことで一般的になったが、スパス15の世代となると前述の計画関連しかなかった。ということはカウズ計画が発端だと捉えていいんでしょうか？作動機構はともかく、AA12 だと思われる。では設計に入る。まずは比較だ。今回は同時期に登場した軍砲執行機関用とも可能な三段銃と前モデルも並べてみた。まずは前長。通常の三段銃スタイルの銃器が長くなっている一方、AR スタイルのスパス15もさほど変わらない数値となっている。次は重量。重いスパス12からの軽量化に成功しているが、それでも重い部類となっている。AS12 はすごい数値になっていますね。次は口径と相談数。口径に関しては基本的に12ゲージで、20ゲージらは狩猟やスポーツ用途に用いられる。スパス15は6発マガジンが基本であり、スパス12は8発、そして同じ AR スタイルの後発、サイガはオリジナルの範囲で8連がある。やや少ない相談数なんですね。そしてスパス12、AS12、スパス15は 2.75 インチ弾対応となっている。最後は作動方式。スパス12とスパス15、そしてベネリ M3 はセミオートとポンプを切り替えできる。全体的にガス圧作動方式だ。唯一 M3 だけが反動利用方式ですね。ベネリ M3 が用いるイナーシャオペレーションは反動とボルト自体に取り付けられたバネを用いることで作動させ、結果低反動でダブルオーバックや低圧非殺傷弾が半自動で射撃できるという代物だ。え、それさえ採用すればわざわざセミポンプ切り替え式なんかにしなくてよくないですか？この方式は画期的だが現状あまり用いられていない。この銃器はショートストロークガスピストンを用いたガス圧作動による半自動射撃と、ポンプアクションによる手動操作、そして閉鎖にはロータリーボルトを用いている。ポンプアクション機構以外はまさに自動小銃ですね。
前回のスパス12では重心先端あたりにあるガスピストンが発射ガスによって干渉され、ガスピストンが後方のパーツに接触、この後方のパーツとバーで連動するブリーチロックが交代することでボルトを交代させる感じだ。まあ、おそらくショートストロークのような感じだと思われる。レミントン M1100 と同じだと話していましたよね。一方でスパス15はショートストロークガスピストンと断定できる機構だ。従来のように重心から発射ガスを取り入れ、重心上部のピストンに吹き付け短距離を移動、その先にある中間部品に衝突し、その部品がさらに後方にあるボルトキャリアに衝突することで交代させる。重心下部から重心上部に移動したんですね。閉鎖機構も画像の通りロータリーボルトだ。このボルトは前面から圧力を受けると自分で回転し出す機構となっている。そしてボルトキャリア後方には AR18 のような2本のリコイルスプリングとスパス12にも設けられたゴムバッパーがある。おそらくこの構造は重傷により変化すると思う。ショートストロークガスピストンとロータリーボルト、そして2本のリコイルスプリング。どうした？こいつは AR18 と酷似してますぜ。確かに時期的に関連性があってもおかしくはないと思う。ちなみに当時のイタリア軍が用いていた主力小銃、AR70 はロングストロークガスピストン、2ラグのロータリーボルトだ。この自動小銃にも用いられる作動機構の採用により、スパス15のレシーバーは軽量で比較的耐久性の低いアルミ合金で構成されている。肝心の機構、セミポンプ切り替え機能はフォアエンドの上方に位置するボタンを押しながら下げることでポンプアクション、前に押すことでセミオートに切り替えられる。ガス導入穴の遮断等が中で行われる。そしてレシーバー上面にはマウントレールを搭載したキャリングハンドル、リアサイトがあり、その下にはコッキングハンドルが位置してある。中心にはモリブデン鋼にクロムメッキ処理が施され、先端にはネジが切られている。ここには3段を振り絞れるチョークが取り付け可能だ。高い耐久性を持った重心なんですね。重心の長さは他国の銃規制に合わせて延長されたものが製造されていた。通常は17インチだが、アメリカ向けは 21.5 インチ、そしてイギリス向けは24インチだった。安全装置はトリガーあたりの切り替えレバーとグリップセーフティがある。前述の通りセレクターは別のところだ。そして重傷は黒色のバットストック、ホールディングストック、スケルトンストックの3種がある。あなたはどの重傷が好きですか？絶対盛り上がらない質問だな。マガジンは強化プラスチック製で、緑色の塗装と赤色の塗装の2種があった。装弾数は6発が基本だが、規制対応の3連や4連、そして8連や10連なんかもあった。結構いろいろあるんですね。このマガジン装填での3弾銃運用は素早いリロード、弾子変更ができるという利点がある反面、6発規模で 5.56mm マグと同規模の大きさとなり、装弾数と見合わないかさばりが伴うというデメリットがある。短期任務でしたらマガジンでも良さそうですが、長期運用する軍でしたら従来のチューブの方が良さそうですね。まあ、両方とも軍や警察で用いられているという事実がある。こうして1986年頃に完成した三弾銃は、スパス12と同じ軍法執行機関も扱える特殊用途向け三弾銃として各国にセールされた。イタリア軍での採用はもちろん、他にもセルビア軍、アルゼンチン警察、ブラジル軍特殊部隊と BOB、ポルトガル軍、イスラエル特殊部隊、チュニジア、ベラルーシ、ドミニカ共和国で用いられた。結構な国に採用されたんですね。戦闘用三弾銃としては成功した部類に入ると思うぞ。そしてもちろんこの銃器は民間にも販売された。合法の範囲でヨーロッパやロシアでも販売され、それは現在でも流通している程度だった。ただ一方で民間市場の巨頭であるアメリカでは結果的に販売できなくなる。アサルトウェポン版。AWB ですね。1989年のカリフォルニア州ストックトンでの銃乱射事件、1991年のルビー銃乱射事件、1993年の101カリフォルニアストリート銃乱射事件などの銃火器による無差別銃乱射を受け、かなり厳しい銃規制が敷かれた法を指すものだ。銃社会であるアメリカはもちろんこの問題は以前から常在し、1989年のジョージ・ブッシュ政権時にスポーツ用途向けと認められない限り、海外銃器の輸入が不可能になるという法律を設けた。この法に対し、スパス銃には特殊用途向け自動散弾銃という名称で形状も明らかに戦闘用だったため、弾倉を6発、銃傷を固定型に変更することでスポーツ用途向け自動散弾銃に改名して販売再開した。これはスポーツ用です。ただこの対策は束の間だった。その後1994年に規制された AWB ではかなり厳格な制限が設けられてしまった。この法での規制に対する定義はこのようなものだった。この定義の他にも約650種が名指しで規制が言い渡されていた。完全にスパス15はアウトですね。もちろんこの規制によりスパス12も販売中止となった。この AWB は2004年まで続いたものの、10年を皮切りに失効となった。そのため現状としてはスパス12とスパス15はアメリカ国内でも所持可能となっている。まあ、このアメリカ銃規制の影響を受け、アメリカ国内にへと輸入したスパス15はわずか180丁程度だった。価格は当時の値段で約2000ドルと言われているが、スパス15は2005年に販売中止となってしまったため、現在は安価なもので4400ドル、7500ドルが相場と値段が高騰している。
3.5 倍近くの値段がかかっているんですね。現在コレクターたちは交換パーツ不足に苦しんでいる。開発元であるフランキ社は1993年頃の親会社であるソシミ社の倒産を経て1995年にベレッタグループに入り、現在は主に狩猟用向けの銃器の生産と開発を行っている。スパス15の生産終了の原因は判明していないが、ともかく現在はサイガ12や MKA1919 系統の AR スタイル散弾銃が数多く登場しているため、その需要というのは埋まっている。決して不良や失敗した兵器ではなく、実用的な性能を持つ散弾銃だったと思う。ただ生産中止という情報にはどうもやるせない気持ちになる。もしかしたら AR スタイル散弾銃はこの銃合わせて三つどもえのスーパーバトルになっていたかもしれないからな。イニシャル D で U86 と R32 FC ですね。ではまとめだ。スパス12の後継犬計画のために開発された特殊用途向け自動散弾銃スパス15。その内部機構はアサルトライフルという、斬新で後年に同様の銃器が登場するという、時代を先取りした銃器でした。特殊部隊や軍向けとしては一定の数が売れたものの、一方で最大民間市場であるアメリカでは規制により不振。その後も生産され続けられたものの、2005年に生産終了。現在は代替されつつあり、コレクターズアイテム化しつつある銃器だった。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。また見てね。